皆さんこんにちは、茨城ほのぼのチャンネルです。今回はスタミナ太郎さんでうなぎ食べ放題に行ってきました。まあ、7月13日から15日の3日間限定ということで、初日、開店から食べにお邪魔しました。スタミナ太郎さんなんですが、茨城県内ですと水戸、石岡、ひたちなかと、閉まって、おりまして、今はね、守谷市に1店舗のみみたいです。ちなみにスタミナ太郎さんをお邪魔するのは子どもの時以来です。ではまずね、うなぎからいきたいと思うんですが、まあ、お味噌汁も用意して、ひつまぶしとうなぎの握りですね。で、寿司に関しては、オーダー制になっております。寿司がね、オーダー制なので最初10貫考えてたんですが、とりあえずね、5貫、まあ、これをね食べてみたいと思いました。こちらがうなぎのひつまぶしですね。まあ、こちらはですね、通常のバイキングと一緒で、お椀に自分でご飯をよそって、こうトッピングでこう乗せていくっていう感じですね。
これを見たらどうしてもね食べたくなったので、ニンニクですね、はい、これは、美味しく焼いていただきました。はい、それではね、うなぎのひつまぶし2杯目なんですが、ちょっとね、アレンジでわさびを入れすぎて、結構食べづらくしてしまいました。私個人的にバイキングといえばカレー、これは、必須だと思ってまして、こちらね終盤見つけることになりました。ではここからは、はい、別腹でデザートになります。今回の動画は以上になります。皆さんいかがでしたでしょうか？気になる方はぜひ行ってみてください。ちなみにね、全くお肉を食べずに帰ってきました。まあそういう時があってもいいのかなと思いました。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。